ホームライナーとは、着席を提供することを、主な目的として、日本国有鉄道を呼び、それを継承した、JR 各社において運行されている料金、徴収系の座席指定性もしくは定員性、快速列車の相性である。東海旅客鉄道の登録商標となっているが、JR 東海以外でも、ホームライナーの名称で運行している事業者がある。本校では、 ホームライナーのほか JR、私鉄各社の有料座席指定制列車全般についても述べる。ホームライナー及びその類似列車は、主として、通勤時間帯に着席乗車のニーズに応える、目的で設定されている列車である。快速列車と同様に、主要駅のみ停車する列車が多い。列車相性は、路線や、運転時間帯によって、ホームライナーや、 ライナーなどのバリエーションが存在し、利用には乗車整理券が必要とされる。基本的に朝ラッシュ時は、郊外のベッドタウンから、企業の集中する都心に向かって運行され、帰宅時間帯となる夜間は逆に都心から郊外に向かって運行されることがほとんどであるが、地方都市圏においては、静岡地区や新潟地区のように、都市間を、 比較的長距離にわたって運行される列車もある。また、JR 東海で、かつて運行された、中央本線名古屋地区の、セントラルライナーのように、収益確保、近距離利用客との分離を図るため備中に、設定された列車や、同社静岡地区で臨時に設定される、定員制のウォーキングイベント列車。 爽やかウォーキングライナーのような交楽、イベントを目的とした列車も存在する。JR グループにおける種別としては普通列車となるが、国鉄時代には団体専用列車として運転された列車も存在する。ホームライナーの後車須田博士都心に到着した優等列車を郊外の車両基地まで改装する代わりに営業列車として早い例としては、 1968年10月1日ダイヤ改正で設定された総武本線の起動車による快速列車がある。新宿駅に到着した房総方面からの急行列車の折り返しでお茶の水駅発20時代に千葉駅行として2本運行された。ただし特別料金は徴収せず、回送列車のダイヤを踏襲したため所要時間も各駅停車と変わりなかった。 ホームライナーの名称で運行されたものの書室は、1984年6月1日、当時の国鉄旅客局長だった、菅田博の公案により、東北線上野駅大宮駅間で改装する特急用電車を活用したものとされる。これは、当時私鉄各社で運行されていた、通勤時の特急列車をヒントとして生まれたものであった。同列車は、 同年7月23日にホームライナー大宮と命名され、ついで同日には総武快速線でホームライナー津田沼が同年9月からは半和線でホームライナー泉の運行が開始された。運転開始当時は一編成のうちの数量で客扱いを行っており、この際にはグリーン車を普通車扱いとしていた。 しかし運転開始当初より人気が高く常に満席となり積み残し客の方が多くなることもあったことから運転開始数日で急遽一編成の大半を開放することに変更しわずか数ヶ月後には一編成すべてを開放して客扱いを取り扱うようになった1986年11月1日に運行を開始した東海道線の湘南ライナー 半和線の半和ライナーでは回送ダイヤの流用ではなく単独の列車運用を持つようになった。また当初は回送列車扱いのため省略されていた車内整備も行われるようになった。以降、その成況により国鉄末期から JR 各社発足後の1990年代にかけて各都市圏で設定された。これまでに 東日本旅客鉄道に継承された首都圏をはじめ、同社の新潟、長野、仙台地区、北海道旅客鉄道に継承された札幌地区、東海旅客鉄道の静岡、名古屋地区、西日本旅客鉄道に継承され、近畿圏、九州旅客鉄道の福岡、北九州、宮崎、鹿児島地区で設定されてきた四国旅客鉄道では、 徳島地区で一時期に試験的に運行されていたが、定期列車化には至らなかった。その後、特急列車や、追加料金不要の快速列車、普通列車への置き換え、首都圏ではこれに加えて、一般の快速、普通列車へのグリーン車連結による利用者の減少などによって、数を減らしていくこととなる。 JR 西日本や JR 九州では2011年3月までに全廃され、JR 東日本でも2021年3月で全廃となり、現在は JR 北海道及び JR 東海に残るのみとなっている。ホーム上に設置されているライナー券専用自動券売機。上部に各乗車口の残席数が表示されている。 後ろの列車は発見中のホームライナー13号で乗車案内中であるが、ライナー券の検察を行う乗車口以外は締め切りとなっている。ライナー列車に乗車するには、乗車券の他に乗車整理券、またはライナー券を必要とする。基本的に座席分の枚数しか発売されないため、着席が保証される、いわゆる座席定員制であるが、 札幌地区では乗車整理券の発売枚数に制限はなく着席保証はない座席を指定しない列車もあるが近畿圏では車両や座席の列などが指定されるものもあり JR 東海はすべて座席指定となっているまた大手民鉄で運行されるライナー列車は乗車整理券の購入箇所または 乗車駅によって乗車できる車両が指定されていることが多い。多くの場合は着席が保証されるため到着前に整理券類が完売するほど人気のある列車もある。一部のライナー列車にはグリーン車が連結されているが列車によりグリーン車としてグリーン料金を要するものと普通車扱いとしてグリーン料金を必要としないものが存在する。かつて 静岡地区で運用された3 7 1系のように、グリーン車を締め切り扱いとしたケースもある。乗車整理券、またはライナー券を発売していない停車駅を、降車専用駅の扱いとし、原則として乗車を認めない列車が一部存在する。この列車の扱いは普通列車であることから、青春18切符などでも乗車整理券、または、 ライナー券を購入すれば乗車可能とされている。フルムーン夫婦グリーンパスやジャパンレールパスなどの特急、急行列車に乗車可能な特別企画乗車券を所持する場合でも乗車整理券またはライナー券を必要とする。もともと車両基地まで改装される特急列車の車両を使用したことから一般に特急車両が使われることが多い。 ただし日中に運行される中央再線のセントラルライナーではこの列車のために313系8000番台が新造され、同列車廃止後もホームライナー水並みで使用されている。また、かつて運行されていた東海道本線東京口の湘南ライナーにおいては特急用車両のほかに全車2階建て車両の近郊型である215系も使用していた。 自社の車両が運用されることが多いが、JR 東海の東海道線名古屋地区のホームライナーには、JR 西日本の白鷺用の車両が用いられている。過去には、JR 東日本のホームライナー湖が、ホームライナーコーノスで、JR 西日本の車両が、逆に、JR 西日本の琵琶湖ライナーで、JR 東日本の車両が用いられていたことがある。 詳細な運行状況は、各運行路線、個別記事で記載されているため、本節では運行される線区での概要のみを記載するにとどめる。乗車整理券料金は、JR 北海道が100円、JR 東海が330円となっている。JR 北海道キハ261系、ホームライナー、丁寧機改札内に設置された。 ホームライナー乗車整理券の自動券売機、札幌駅を中心とした札幌地区の函館本線では、国鉄時代の1985年8月12日に、手稲駅札幌駅間で、ホームライナーの運行が開始され、国鉄では4例目となった。JR 発足後の1988年3月13日から、小樽駅札幌駅間の列車も加わった。 2013年11月1日のダイヤ改正から、小樽駅定名機間が運行休止となっていたが、2014年8月1日から全区間の運行が再開された。その後、2015年3月14日のダイヤ改正から、小樽駅札幌駅間の列車の運行を取りやめた。2020年2月現在は、平日朝に、 テイ駅札幌駅間の列車3本が運行されている。乗車整理券は100円とされており、現在に至るまで料金の変更はない。テイ駅の改札内に乗車整理券の自動券売機が設置されており、乗車する際は券売機で購入した整理券を列車で入り口付近に立つ係員に渡して乗車する。グリーン車が連結されている場合、 追加料金なしで自由にグリーン車に着席できる。かつて運行されていた小樽駅発のホームライナーは、小樽駅先館駅で乗車する場合、乗車整理券は310円であった。運行開始当初は、会員制の団体専用列車とされており、旅客が会員証を提示することにより11枚セットの特急回数乗車整理券が発行された。列車には、 号数が与えられておらず、時刻表上はすべて、ホームライナーと表記されている。車両は2020年3月14日のダイヤ改正以降、キハ2 6 1系1 0 0 0番台が使用される。定熱機は、ホーム有効長が6両分しかないため、7両以上の編成を使用する場合にはホームからはみ出して停車する。過去に、 テイ駅札幌駅間の列車では785系、789系1000番台、キハ183系、キハ281系、キハ283系,28系、小樽駅札幌駅間の列車では785系、789系1000番台が使用されていた。現在はテイ駅札幌駅間途中無停車。途中無停車ではあるものの、 前後を普通列車が走行しているため高速運転ができず、手稲駅札幌駅間の所要時間は普通列車と同じである。過去運行されていた小樽駅札幌駅の列車の停車駅は以下の通り、JR 東海静岡地区静岡県内の東海道本線では1991年3月16日よりホームライナーの運行が開始された。 同県三大都市の沼津駅、静岡駅、浜松駅の総合間で運行されており、列車名は、終着駅名を取り、ホームライナー沼津、ホームライナー静岡、ホームライナー浜松となっている。かつては、三島駅発浜松駅行きの設定もあり、この列車の走行距離は営業キロで136.4キロメートルと、歴代ホームライナーの中では最長である。 車両は、すべて3 7 3系の3両6両編成だが、設定当初から2012年までは、朝霧用の3 7 1系も運用されていた。ナオコの地区では、ホームライナー設定以前の1989年7月から、乗車整理券方式の、花の木金号が週末深夜に1 6 5系を、使用して、各駅停車で運行されており、 この列車は後に、ホームライナーに吸収された。名古屋地区名古屋地区では、名古屋駅を中心として、東西南北4方向に路線が伸び、その全方向に対して、ホームライナーが設定されたが、現在は、中央本線と東海道本線大垣方面の2、方向のみの設定となった。列車相称は朝、夜の列車とも、郊外側の発着駅名を取って、 ホームライナーとしている。JR 東日本仙台築常番線では、2005年12月16日から2007年3月16日まで、仙台駅原の町駅間で、常番ホームトレインが運行されていた。首都圏首都圏では、東京都心の山手線上の、各ターミナル駅と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、多摩地区の、各、ベッドタウンとの間で、 これまでに大きく分けて6系統の列車が運行されてきた。列車愛称は、長時間帯に運行されるものに、おはようライナー、夜時間帯に運行されるものに、ホームライナーと名付けられている線区が多い。〇〇には、郊外側の駅名が入るが、例外として、おはようライナー新宿は、都心側の駅名を取ることで、東京駅方面の、 湘南ライナーとの区別がなされている。運行開始当時は300円の乗車整理券での乗車制度となっていたが、1999年3月1日より500円に改定され、名称もライナー券と改められた。朝ラッシュ時に運行される湘南ライナー、おはようライナー新宿、おはようライナー寿司では、1ヶ月分のライナー券が1枚になった。 ライナーセット券が発売されていた。普通列車へのグリーン車導入や特急列車への置き換えが進んだこともあり、2021年のオハようライナー新宿、ホームライナー小田原、湘南ライナーの廃止をもって全廃となった。ここでは設定された年代順に記載する。使用車両は全て電車である。長野地区189系、オハヨーライナー。 長野地区では、1989年3月より、新越本線に、L 特急朝間用の 189K、4 8 9系を使用した、快速、モーニングライマーの運行が、朝の軽井沢駅長野駅間で開始された。また、夜には、長野駅小諸駅間で、快速ミスズ用の 165K、1 6 9系を、使用した、快速、 ホームライナーも運行されていた。この列車は1997年の北陸新幹線長野駅までの開業に伴う新越本線の品の鉄道移管後も継承され品のサンライズ、品のサンセットとして運行された。2004年10月16日には品の井線松本駅長野駅間におはようライナーの運行が開始され、翌2005年には 塩尻駅長野駅間に区間が延長された。平日は基本的に毎日運行されていたが、列車としては臨時快速列車の扱いであった。乗車整理券は300円で、車両は183系、189系電車を使用。2019年3月16日のダイヤ改正で、相性なしの快速列車に置き換えられて、運転を終了した。 新潟地区485系、楽楽、トレイン新越新潟駅を中心とした新潟地区では、1994年に、新越本線新潟駅長岡駅間で夜間に、楽楽、ライナーとして運行開始。2004年3月13日に、白新線、上越本線新潟駅、村上駅間の、楽楽、トレイン村上が新設され、従来の列車は、 楽楽、トレイン長岡と解消された。楽楽、トレイン長岡は2012年に運転区間を、直越駅まで延長し、楽楽、トレイン新越と解消された。乗車整理券は300円。廃止時点では、すべての列車で e 6 5 3系を使用していた。それ以前は4 8 5系が使用されていた。2021年に、おはよう新越は、 全車指定席の、新越に、海昌、楽々、トレイン村上は廃止となり、乗車整理建制によるライナーは廃止された。JR 東海 JR 西日本近畿圏では、大阪環状線内の大阪駅、天王寺駅を中心として、大阪府南部和歌山県方面、滋賀県方面、奈良県方面、兵庫県東部方面の4線区で設定されていたが、 2000年代以降は特急列車の通勤時間帯への拡充などにより2011年3月を最後に全廃となった。各線区ごとに列車相性が異なっていた。JR 九州485系ホームライナー JR 九州ではエアポートライナーを除き朝の列車は爽やかライナー夜の列車はホームライナーの列車名で運行されていた。 本社直轄の福岡都市圏と、鹿児島市社管内の宮崎地区、鹿児島地区の合計3地区で設定されたが、現在はいずれも運行されていない。各地区とも車両は、主に485系が使用された。これらのライナーは、エクセルパスで乗車する場合、乗車整理券を不要としていた。福岡。 北九州地区博多駅を中心とした福岡地区の鹿児島本線では、1987年6月より、文字港駅博多駅間で、エアポートライナー、ホームライナーの運行が開始され、2001年3月に、特急、きらめきに置き換えられるまで運行されていた。また、博多駅大牟田駅でも設定されたが、こちらは1995年4月のダイヤ改正を、 もって廃止された。宮崎地区宮崎駅を中心とした宮崎地区の日報本線では、まず1990年3月に西宮この城駅、宮崎駅間に一本設定され、1992年7月には宮崎空港へのアクセス列車を兼ねて、延岡駅、宮崎駅間において朝と夜に設定された。 1996年7月の宮崎空港線、開業後は、延岡駅発着列車が、同線宮崎空港駅まで延長された。車両は4 8 5系の他に7 8 3系も使用されたが、2011年3月に、特急、ヒューガ、霧島に置き換えられて廃止された。鹿児島地区鹿児島地区では、西鹿児島駅を中心として、 鹿児島本線と日報本線で運行された。鹿児島本線では、1989年3月に、川内駅西鹿児島駅間に設定され、後に運行区間が、出水駅西鹿児島駅、鹿児島駅間に延長されたが、2004年3月の、九州新幹線部分開業とともに、川内駅北が、経営分離されたのに伴い、再び、 川内駅鹿児島中央駅間に短縮。2011年3月に特急、川内エクスプレスに置き換えられ、廃止された。日報本線では、1990年3月より、国部駅西鹿児島駅間で運行されていたが、2004年3月に特急、霧島に置き換えられて廃止された。前述したように、ホームライナー等は、 特急列車や快速列車への置き換えによって数を減らしつつある。特急に格上げされたケースとしては常磐線のフレッシュ日立の一部や琵琶湖線、JR 京都線の琵琶湖エクスプレス、かつての鹿児島本線の川内エクスプレスなどが存在する。地区によっては元からホームライナー等を設定せず代わりに 同様の性格を持つ特急を運行しているケースもある。JR 西日本北陸地区のおはようエクスプレスおやすみエクスプレス、JR 四国のミッドナイト EXP ホームエクスプレスアナン、JR 九州のカ、イオーなどが該当する。また、ホームライナーを運行している路線であっても、JR 東海の中央線やかつての JR 東日本の総武快速線や高崎線のように並行して通勤特急も運行資料者を共存させることにより短距離利用はホームライナー長距離利用は特急と振り分けることで利用客の遠近分離が図られている線区もある JR 西日本の山陰地区や広島地区では通勤ライナーを名乗るホームライナーと同様の性格の列車が運行されているが こちらは追加料金を要しない一般の快速列車である。山陰地区ではかつて特急系車両が使用されていた。JR 以外においてもホームライナーに類似する列車を運行している鉄道事業者が存在する。ここでは JR のライナーと同様に着席通勤を目的として座席定員制で運転されるものを中心に記載する。 なお、ライナー列車としての固有種別の形をとってはいないが、小田急電鉄や東武鉄道、西武鉄道、名古屋鉄道、近畿日本鉄道では通勤輸送向けに有料特急列車が設定されている。これらの列車は種別、運行形態、車両形式こそ、基本的に日中の特急列車と変わらないが、利用実態は、ホームライナーに比較的、近く、 かつて国鉄がホームライナーを設定するにあたってのヒントと申された。ただし、東武鉄道で運行している浅草駅発の特急スカイツリーライナー、アーバンパークライナーは途中駅宣言台駅以降は料金不要の一般列車となる運行形態が取られている。これらについてはホームウェイモーニングウェイ、下野、両毛、ケ霧、降り、スカイツリーライナー、 アーバンパークライナー、レッドアロー、名鉄特急、近鉄特急も参照。京成電鉄では、朝に上り、モーニングライナー、夜間に下り、イブニングライナーを運転している。これらは、スカイライナー用の AE 型が充当され、ライナー券は、座席指定でなく車両指定で、乗車整理券扱いとなっていたが、2015年12月5日、改正からスカイライナー同様、 全席座席指定に変わっている。停車駅は、スカイライナーより多く設定され、通勤客の利便が図られているものの、シティライナーが停車する JR 総武線、東部の打線との乗り換え駅である京成船橋駅は、通過として、あくまでも、都心まで、都心からの乗り同士を前提としていたが、2015年12月5日、改正から、シティライナーの廃止の代替として、 同駅にも停車するようになった。これらの運行時間帯には、夕方の移行時間帯を除き、スカイライナーが運転されないため、空港アクセス列車としても利用される。京急イング号京品急行電鉄では、1992年4月から、平日の夕方以降に、座席定員制の京急イング号を運行している。列車は、 全席クロスシート車両である2100型が充当され、下り列車のみの運行で、京急川崎駅、横浜駅を通過し、品川の次上大岡駅園からの乗車は、料金不要といった特徴を持つ。モーニングウィング号の運転開始に伴い、イブニングウィング号に改称された。2015年12月7日から、平日の早朝に、モーニングウィング号が、 運行開始。上り列車のみの運行で、京急ウィング号よりも停車駅が少ない、途中停車駅からの乗車でも別料金が必要等の特徴がある。当初は座席定員制だったが、2017年5月1日から全席指定となった。東武東上線、TJ ライナー東武東上線では2008年6月14日のダイヤ改正で、 着席乗車目的の座席定員制 TJ ライナーを夕方以降の時間帯に運転開始。本列車にはクロスシートとロングシートの両方に切り替え可能なデュアルシートを採用した590型を申請充当。TJ ライナー運行時はクロスシートになる。下り列車の途中停車駅からの乗車は料金不要である。 2016年3月26日からは平日のみ、朝の上り方向でも運行を開始した。2019年3月16日より、着席方式が座席定員制から座席指定制に変更された。東武伊勢崎線では2020年6月6日のダイヤ改正より、日比谷線との直通列車として790型を使用した座席指定制列車。 th ライナーを運行している。西武池袋線、S トレーン西武鉄道他3社では2017年3月25日のダイヤ改正より西武池袋線系統で座席指定性 S トレーンを運転開始した。デュアルシート採用の西武4万系が用いられる。平日と土日で運行パターンが異なり、平日は 通勤目的のために東京メトロ有楽町線に乗り入れ、土日は観光輸送のために東京メトロ副都心線、東急東横線、横浜高速鉄道港未来線及び西部、秩父線の西部秩父駅に直通する。また、有楽町線直通の平日のエストレインは、通勤輸送に特化しているため、一大ターミナル駅の池袋駅を通過するという特徴を持つ。 全域間で座席指定料金が必要である。2018年3月10日のダイヤ改正より、西武新宿線、灰島線の西武新宿駅灰島駅間で、灰島ライナーの運転を開始した。こちらは、途中の小平駅以降の停車駅から乗車する場合は、座席指定料金は不要である。京王線。 京王ライナー京王電鉄では2018年2月22日のダイヤ改正より京王線京王相模原線で京王ライナーの運行を開始した新宿駅京王八王子駅駅と新宿駅橋本駅の2系統が存在する京王5000系が用いられ京王ライナー運行時はクロスシートになる 遠近分離のため特急停車駅の明大前駅と調布駅は通過する。乗車には座席指定料金が必要であるが、下り列車については途中停車駅の府中駅及び、京王長山駅から乗車する場合の別料金は不要である。品濃鉄道線、品濃サンセット号品野鉄道では、転換以前から運行されていたライナー列車を引き継ぐ。 形で1997年から、品野サンライズ号を呼び、品野サンセット号を運行している。当初は乗車整理券制だったが、2015年に、一旦料金不要に変更。その後 SR1K の運行開始に伴い2020年から、座席指定制に変更された。愛の風と山鉄道並びに、IR 石川鉄道は、 北陸本線からの転換後最初の平日となる2015年3月16日より座席指定制のアイノフライナーを朝夕の時間帯に運行する。ウィラートレインズは2017年3月4日のダイヤ改正により宮福線に朝の上り1本のみ通勤ライナーを運行している。 JR 西日本の同名の列車とは異なり、ライナー券を要する列車となっているが、ライナー券の発売枚数に制限はなく、着席保証はない。特急用車両である、KTR8000 系、単語の海編成で運行されている。京阪電気鉄道では、2017年8月21日から、平日朝の下り方向に、全席指定制のライナーを運転している。 2018年9月15日のダイヤ改正から、夕方から夜にかけて、上り方向にも運転開始、下りも出町ち柳発の運転も開始した。同列車には8000系が充当され、乗車する場合は、ライナー券が必要である。下りは、出町ち柳駅から、七条駅間の相互利用は、不可能で、京橋駅から先は、 ライナー券なしで一般車両に乗車可能である。上りは、淀屋橋駅から京橋駅間の相互利用は不可能で、七条駅から先はライナー券なしで一般車両に乗車可能である。名古屋鉄道が過去にホームライナーに相当する列車を運行していた。愛称は、ディーゼル特急で、特急、北アルプスのマー運用でキハ8000系によって運行されていた。 徳田光一の文献によると、設定開始は1965年12月30日のダイヤ改正で、区間は豊橋から新名古屋間。一等車であったキロ8100型も連結されており、運行開始当初は一等110円、二等50円の船内特急料金を要したが、座席が完全に指定され、なおかつ定期券での乗車が可能だったため、好評だったという。 翌1966年春のダイヤ改正で、夕方に1往復増発され、さらに1970年秋の改正で昼間に4往復増発された。運行終了時期は定かではない。参考文献脚中。ありがとうございます。